次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の親戚が所有しているという別荘のプールで撮影された一枚である。画面中央の男の子の肩をよくご覧いただきたい。白っぽい手のようなものが男の子の肩に覆いかぶさっているのをご確認いただけるだろうか。これはこの土地に浮遊する霊で、この男の子に取り付こうとしているのだという。男の子はこの時急に何者かに誘い込まれるようにしてプールに落下してしまったというのだが、もしかしたらこの霊が彼を溺れさせ冥界へと誘おうとしていたのかもしれない。